はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら。コウスケさん、選手やスタジアムのグラフィックがすごいのに観客だけひどいということで、これもアプリのあるあるですよね。はい、2019ベータ版もね、選手やスタジアムのグラフィックがめちゃくちゃ良くなってるのに観客だけはめちゃくちゃ低クオリティでしたからね。まあでもなんかアプリ版っぽくてそれも味があっていいなぁなんて思ってますね。はい、ということで先週のロッククイズいきましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、地味にね、出してなくて、2019かなり強くなる選手で、2018だと、ベビーフェイスランキング1位だと個人的に思ってるので、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので、どちらかから確認してみてください。はい、ということで、やってまいりました。クラシコガチャがですね、今週の月曜日から、ウィレアプリの方に来ていて、リアルの方でもね、あと3日後か4日後ぐらいに、実際の試合があるっていう形になるんですけど、まあ、クラシコといえばね、伝統の一戦と言われてるわけですよ、レアル。バルサ、はい、でこれをヒカックゲームズに置き換えた時にどうなるか、はい、もう10連 VS 単発しかないかなと思います。はい、今回も第11回目の10連 VS 単発企画やっていきたいなと思います。で、前回ね、まさかの10連が敗北という初めての結果が出てきたので、今回そこね、10連2連勝なるか、それとも単発がやっぱり意地を見せるのか、その辺に注目して見ていただけると嬉しいなと思います。ということで、まずはですね、リセットして、はい、10連から行ってみたいと思います。さあ行きましょう。雷の選手もかなり多いですし、結構ね、高得点にも期待していきたいなというところですね。さあということで、行きましょう。10連から。一発目。行ってみたいと思います。さあ、ドキドキする。さあ来いよ。頼む。まずはね、ビチーっていうのが聞こえてから始まりですから。さあ行きましょう。レッツラゴー！来た！いや、ならず！ならず！よー！ずれるよね。オッケーオッケーオッケー。びっくりした。さあ誰？おおありえんよ、いきなり6辺は。しかも、ちょっと待って。銀の比率高くないこれね。また高い。はい、ありえん6辺選手、小柳ルミ子さん、激推し、手足提言選手、そして、カゼミロ、ナチョフェルナンデス。金はめちゃくちゃいいですね。はい。カゼミロ、ナチョフェルナンデス、アンドレイ・クラマリッチ、ヘロニモ・ルッリ選手、エンバイ・ニヤング。おお、ニヤングさん。そして、アドミル・メイメディ、アンドレア・ペターニャ。おー、ペターニャ選手とかも今回入ってたんですね。で、アンドレ・オナナということで、もうオナナが出れば何でも OK ということで、はい。コスト計算していきたいと思います。はい、ということで今コスト計算してきたんですけど、今回ですね、10連のコスト合計214という形になりましたね。214はね、まあそこそこですね、全然悪くはないという感じなので、ここにどれだけ競っていけるのか、その辺に注目していきながら、選手だけ整理してですね、単発の方行ってみたいと思います。はい、ということでやってまいりました。214に対抗してどこまでいけるのか、さあ単発、こっから10回引いていきたいなと思います。まずはリセットですね。はい、リセットしてやっていきたいなと思います。さあ、1回目。さてさて、最初大事。何事もね、一番最初が大事ですから。さあ、行きましょう。ゴー！さあ、一発目。黒出していこう。黒玉？うん。出ないよね。分かってた分かってた。大丈夫。心の準備はできてたんで。さあ、ゴールキーパー、フェルナンド・パチェコということで。パーチェコ、パチェコ、パーチェコ、ふぅふぅ。はい。すいません。大変取り乱してしまいましたね。パチェコ選手ですね。186センチ、25歳。なるほど、なるほど。で、ゴールキーパーで、後半4で能力はまあまあかな。はい、パチェコ選手、ありがとうございます。はい、銀の15スタートということで、まあ、なんとも言えない出だしですね。さあ、2回目行きましょう。頼むよ。頼むよ、頼むよ。出そう出そう。いける。僕ならいける。さあ、行きましょう。2回目、ゴー！さあ、行こう。ここで、黒玉を、黒横、ずれていこう。ずれない。さあ、銀玉 DMF、バランタン・ロンジェール選手ですね。なんとということで、はい、ありがとうございます。コスト15の選手になりますね。面白いね。DMF だけ本適性あって、薄い適性はめっちゃ色々あるという感じ。はいはいはい。なるほど。バランタン・ロンジェル選手、ありがとうございます。さあ、3回目行きましょう。まあ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 。ちょっと危ない雲行きになってきましたけど、大丈夫。金以上出そう。さあ行きましょう。ゴー！さあ来い。黒玉？おっと、また横。さあずれる。うわ、またずれない。待って、そして、ムーイ。横ムーイてる選手。はい、横向いてるランキング5位の横ムーイですね。はい、ウエストヨークシャータウンのムーイ選手、ありがとうございます。コスト17。めちゃくちゃ横向いてますよね、これね。うん、175センチ27歳で。で、オーストラリアの選手ですね。はい、こんな感じ。はい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 。銀の中だと割と、あーでもスキルなしか、まあそこそこかな。あえて残すほどでもないかなって感じですかね。はい、ムーイ選手、ありがとうございます。なんと、開幕から銀3連発ということで、いやー、ちょっと待って。クラシコに見放されてる説ありますね。さて、行きましょう。4回目、ゴー！さあ、頼む。
ここで出していこう。ここで、あー、まあ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 、まずはね、金から打ち抜いていくスタイル。さあ、レフトサイドバック、おー、黒昇格、ジョルディアルバさん、ありがとうございます。オッケー、ジョルディアルバは全然ありですね。はい、コストも高いですし、来作ね、黒昇格するということで、僕めっちゃ好きなんだよな、アルバ選手。 170cm28歳、今ね、僕確か45レベルぐらいまでは育ててますかね。スピードもすごくあって、ドリブルもできるので、かなりいい選手ですね。ここでのアルバは相当でかいですね。さあ、5回目いきましょう。さあ、折り返し地点、さあ、ここでどこまでいけるかだな。よし、行くよ、レッツゴー。よし、行くぞ、よし、行くぞ、来い、よし、行くぞ。え、まずくないこれ。やばい、センターミッドフィルダー、ウィラン・シュプリアン選手。おー、シュプリアン選手結構優秀ですよね。ニースの CMF の選手で、ニースといえばやっぱバロテッリとかもいますけど、結構優秀な選手、銀、金で優秀な選手多いですね。はいはいはい、こんな感じですね。結構強くないですか、銀の中だと。うん、全然いい選手。そしてスキルも結構ありますからね。オッケーオッケー。優秀ですけど、コスト的にはまあまあ、はい。ということで、なんとですね、折り返し地点、5回終わりまして、91。まずいよ、これ。完全にまずいね。これ2倍にしたら182なので、このままだと、今回も10連に負けてしまう。さあ、6回目行きましょう。頼むよ、頼むよ。そんなことある？こんなに今まで単発勝ってたのに。まあ、逆にね、今まで10連の運が悪すぎた説っていうのはあるんですけどね。さあ、行きましょう。ゴー！さあ、頼む！黒、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 黒！お！お！いやー、ずれるという概念を忘れた男。そしてナンパリス、メンディー、メンディーということで、はい、全然違うメンディー選手出てきましたね。そしてニース2連続、これもすごいな。 168cm25歳で、CMF と DMF ですね。はい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 、このメンディー選手はまあそこまでって感じかな。めっちゃ笑顔が素敵ですけどね。はい、ありがとうございます。7回目、やべえやべえ、マジでこれなんか10連で引いた方がいい説がここで出てきたな。ゴー、さあ来い、そろそろ黒玉、そろそろ、うーわ、右の金玉打ち抜いていく。さあ誰が出る、セルバック。いや、もう出てくる金玉は本当に優秀。サミュエル・ウンティティ選手、ありがとうございます。こちらも黒昇格ですね。そしてコスト27ということで、いや、もう出てきたら優秀なのよ、やっぱクラシコガチャは。 182cm24歳、素晴らしいですね。来作どうなんだろうな、やっぱ黒 CB の中だとちょっとやっぱ見劣りしちゃうかもしれないですけどね。やっぱ優秀な選手多いですからね。はい、でもすごく当たりですね、ありがとうございます。オッケーオッケー、やっと流れ来たんじゃない。7回目にして、さあ、あと3回、8回目いきましょう。頼むよ、頼む頼む。さあ、8回目、レッツラゴー。さあ来い、さあ来い、黒、うーわ、待って、金と金に挟まれていく。さあ、銀玉、レフトサイドバック、レジーニ、バスコ・レジーニ選手、 185cm27歳、初めて知りましたね。コスト11、どうだろう、左サイドバック、左サイドハーフ、センターバックはできて、能力的にはちょっと微妙かな。はい、ありがとうございます。一応黒2連続出せば勝てますけど、いや、相当きついねこれ。さあ、9回目いきましょう。頼む、ここで黒出すことはほぼ必須ですね。もう頼む、レッツゴー。さあ出そう、さあ出していこう。黒、ここで出したら本当に配信者としてすごい。出せない、配信者としてしょぼいことが確定しましたね。エセキエル・ガライということで、はい、僕はザコイですね。はい、無理やりすぎます。はい、ガライ選手、ありがとうございます。さあ、 188cm31歳、結構コンワン7で割と強めの選手ではありますけどね。はい、ありがとうございます。コスト19ですね。はい、ということで今9回終わって合計コストが159という形になってるんですけど、なんとですね、10連の214との差が55という形になってるんですよ。で、ここ見ます。はい、なんとですね、ロナウドとメッシのコスト56なんですよね。このですね、ロナウドもしくはメッシを打ち抜くことができれば、単発が勝てると。はい、160分の2なので80分の1の確率ですね。そこを打ち取ることができれば、単発が勝てると。いや、すげえな。やっぱね、ロナウドとかメッシとかね、高コストの選手が入ってると最後まで本当わからないということで、ここで出したらマジで奇跡と呼んでいいんじゃないですか。奇跡の神回として、あの動画出させていただきますので、はい、いきます。さあ、神回目指して、ここで持ってるか持ってないか重要ですよ。いきましょう、ラスト、皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ頼む、雷鳴ったとこからが始まりですからね。頼む、お願い、本当にお願い、ここで出てくれ。さあ行こう、レッツゴー。いや、ならずー、ならずー。そして銀、い
や持ってないね。はい、センターフォワードマクシミリアーノ・ゴメスということで、はい、すいません皆さん、全然面白くない動画になってしまって、マジでゴメスって感じですね。はい、GA シアンありがとうございます。ということでコスト9になりますね。はい、ということで今回10連 VS 単発の結果、10連214に対して単発168ということで、もうね、今までで最低点を叩き出したという形になりますね。いやーなんかわかんなくなってきたなー。ということで、合計ですね、今まで11回企画やって、単発がですね、8勝1分け2敗。10連の方がですね、2勝1分け8敗。そんな結果になってくるのかなと思います。で、最後のランキングこんな感じですね。どちらもですね、トップ10外で、単発に関しては今までで最低という形になりますね。はい、ということで、なんとですね、この企画11回やって、伝統の一戦とか言っておきながら、今までで一番つまんない回になってしまいましたね。はい、そんな日もあるということで、また明日の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。